コロンボさんがちょっと再現しました、モッドで。手術って楽しいなこれ。コロンボ、はい、コロンボさんです。さあ皆さん、ガーテンオブバンバン8の新しいトレーラー映像が発表されましたね。今日はですね、その8のトレーラー映像を見て一体何が起こっていたのか解説をしながら、最後にそのトレーラー映像をモッドでコロンボさんが再現したいと思います。出ました、モッドで再現のコーナーです。まあ、とりあえずじゃあね、このトレーラー結構いろんなね秘密が隠されてましたので、それをまず見ていきましょう。さあでは皆さん、バンバン8のトレーラーをね見ていく前に、コロンボさんから2つだけお知らせがあります。まずですね、コロンボさんの動画の投稿時間をこれからちょっと4時に、投稿する形にしようと思います。まあかなり早い時間ですけども、学校から帰ってきたらすぐコロンボさんの動画が見れるぜっていう感じでやっていきたいと思います。でもう一点は、生配信の方を回数を増やしたいと思います。隔週水曜日にですね、今のところ予定してます。はい、そんな感じ。生配信でみんなとね、もっといろいろコメントとかで交流したいなと思いますので、ぜひそれもね楽しみにしておいてください。それではトレーラー見ていきましょう。さあこちらですね、公式チャンネルユーフォリックブラザーズガーテンオブバンバン8オフィシャルティーザートレイラー2ということでね、まあ1の方は、もう出てましたね。コロンボさんも前見ましたけども、ヒゲバンバンフランボかな、フランボの扉をこうボロボロのバンバンが開ける、あれがトレーラー映像1だったわけですね。今回は2が出たというわけです。一応ね、この書いてあるね、概要欄書いてあることビッグシングアーオンザホライゾン、何か大きな出来事が目前に迫っているっていう意味みたいですね、調べたら。オッケー、じゃあ見ていきましょう。さあいきます、レッツプレイ。市民思います。なんて言ってる？お、え？目玉持ってま、誰の目玉？え？うわ、汚い音。誰かに目玉入れたか？また手出そうとしてんじゃん。あ、ほら、怒ってる怒ってる。あ、やばいやばい。やばいやばいやばい、これ。やばいってこれまた、あ、やべえみたいな。あ、やられてる。おい、やられてるじゃん、また。さあ、ということでですね、まあ、映像とりあえず見てみたんですけども、これさ、こう、何度も言ったよな、みたいな感じで、ドリルを超えた時にさ、宇宙人が行くよ、見てて。行くよ、行くよ、行くよ。あ、やべ、みたいな。こっち見んな、お前。自らの運命を悟って、あ、バリ俺死んだみたいな感じでこっちを見る宇宙人。残念です。同じ間違いするからだよっていう感じでね、まあちょっと宇宙人って感じの感想ではあるんですけども、実はね、めちゃくちゃね、結構いろんなことが分かったんで、それを解説していきましょう。さあまずはですね、この一つ目のポイントとして、この視点ね、これは一体誰の視点なのかっていうところなんですよ。前回ね、チャプター7の時、最後こう主人公がシリンジョンにこう後ろからシール剥げなみたいな感じでドーンってやられて気を失って終わったじゃん。だからそのまま主人公の視点なのかなと思ったんですけど、どうやら違うみたいなんですよ。っていうのも、このね、まず部屋の背景がおそらくですが、主人公が最後にこう捕まってしまった部屋と違うんですよね。ここの方が多分狭い感じになってます。でもう一つ、このね視点っていうのが主人公でない理由としまして、このね、シリンジョンが喋ってる内容、これ翻訳ですね、先ほど出てたんですけども、ウスマンっていうね人物の名前をシリンジョンが言っているんですよ、ね、起きて身だしなみを整えよう、ウスマン、大きなことが起こるって言って目をブシって入れるんですけども、皆さん、このウスマンっていうのはバンバンのことなんですよね。コロンボさんもまあ以前ねこう触れたことがあるんですけども、ウスマンっていうのはまあバンバン幼稚園の責任者的な科学者の名前なんですよ。ウスマン博士で、ウスマン博士が遺伝子、自分自らの遺伝子情報を使って
って作ったのがバンバンなんですよ。この部分はレポートとかでねもう分かることなんですね。だからまあバンバンっていうのは自らをウスマン博士の遺伝子を使って作られてるんで、自分のことウスマン博士だとね勘違いしてるぐらいなんですよ。記憶とかも引き継いでるらしいので、なのでまあなんかこのシリンジョンがウスマン博士っていうふうにつぶれたってことは、ね、バンバンを指してることになりますので、これね今この目線っていうのはバンバンの目線なわけですね。ちなみにこのウスマン博士とバンバンの関係性についてはね、昔ドロコロボさんがね一回だけ上げたこのバンバンの考察解説動画、これねぜひ見てください。まあちょっとはわかると思います。わかんなかったかな、わからんでもねなんとなくはわかると思います。はい、さあでですね、続いてこの見ている見え方の変化、これ気づいた人ねいるかわかんないんですけど、まあポイントになってます。これねムービーが始まって今これ二人映ってるでしょ、助手の宇宙人とシリンジョン。これね目入れられる前の左側ね暗くて見えなくなってるんですよ。これはつまり目がないから今もう見えてない状態でも、これいくよ見ててね、はい、ほら目がブリュって入るでしょ。そうするとほら見えるようになったでしょ今ねこのようにちょっと画面並べてますけど、完全に目を入れた後の方がね見えるようになってるんですよ。これね面白いよね。でほら右側の女子が先生やっぱすげえやーって感心してるわけですね。この後やられますけど、はいこれはちょっと小ネタですね。コロマさんちょっと携帯で最初見たんですけどちょっと気づかなかったんですが、ただね皆さんこれ気づきましたかね。いきますよ、はい、これ見てるね、バンバンが見てる目線ですよね。で眼球見てください、これ眼球バンバンの方見てますよね。わかります、これこのままにでもほらこっち側のまま入れちゃうんですよ。反対なんですよこれこれほらわかる、本当は眼球をくるって裏返してこう眼球側をシリンジョンに向けて入れなきゃなところ、このまま入れちゃってるんですよこれこれは医療ミス完全な医療ミスでしょちょっとお茶目なとこもあるシリンジョンなわけです。はい、ただバンバンの、目ん玉をシリンジョンが直していると、これがね結構重要なポイントになります。ではね次の重要なポイントなんですけども、これがねこのシーンの時系列は一体いつなのかっていうところなんですけど、まあこちらねチャプター8のね、トレーラーなんでチャプター7の後かとも思ったんですが、皆さんこれ重要なことにコロモさん気づきました。実はね今この多分なんですが、このトレーラーチャプター7より前の出来事なんじゃないかと思ったんですよ。その理由としてはですね、皆さんチャプター7の時のトレーラーを思い出してほしいんですけど、こちらねこれバンバンが横たわってるで目玉も取れてますよねこのトレーラーこの時はあれです、ダダドゥー教軍団にバンバンがこう立ち向かってって主人公を逃がして、そしてやられてしまったと、そして無残に目ん玉をほじくり出されてボロボロにされてしまったバンバンが映し出されてるわけなんですよ。この時皆さん目ないでしょ、目。ただ前回のチャプター8のファーストトレーラー見てください。じゃあちょっとね見ていきますよ、皆さん見ててくださいね。はい、青色フランボが入ってる箱を開ける時のこのバンバン見てください、ほらほら目あるでしょちゃんとあの時はなかった目がちゃんとついてるんですよ。つまりボロボロにされて、この後に今回のねシリンジョンに目をブキュッてやられるトレーラーが挟んで、そして次が今見てるこれになるわけですよ。だからまあ時系列的にはね多分ね今回出た新しいトレーラーっていうのは少し前の出来事なんじゃないかと思われるわけですね。ただねちょっと今気づいたんだけど、これシリンジョンに入れられた目爆だねなんかよくわかんないな。ちょっとね疑問点、単純にミスってんのかなこれ。わからんバンバンだと思いたいということで、まあ、時系列的にはおそらく、まあ、過去のやつなんじゃないかと思われます。目ついてるからねここね。まあ、最後にねこのトレーラーから見えてきた最後のポイントなんですが、このねシリンジョンとバンバンの関係性がちょっと謎なんですよね。ボロボロにされたバンバンをねこのシリンジョンが修理してますし、その後バンバンは青色バンバン、まあ、フランボの元に向かってるわけですよ。ねシリンジョンのセリフとかこう手術してる感じを見ると、なんかこのバンバンがシリンジョンの支配下にいる、あるいは操られてるみたいな、そんな雰囲気がなんかしませんかね。ちょっと謎なんですよねそして青色ヒゲバンバンフランボ、これは一体どういうことなのか、オリジナルのバンバン、わからん詳しい人教えてくださいコメントでまあね8の方でこれ明らかになるかなと思いますけどね。
さあ、ということでね、じゃあ、最初に言った通り、今回のこの PV っていうのを、コロンボさんがちょっと再現しました、モッドで。それではちょっと見てみましょう。せーの、はい。はい、どうでしょう、皆さん。手術してます。いや、もう完全再現でしょう、これはね。で、ただね、ちょっとね、この、ボロボロバンバンのモッド導入すると、市民が逆に出せなくなるんですよ。助手のね、ギューンってやられる。だから今日は来てもらいました。はい、フラモさん。お前らが一緒になるとややこしいだろう、話が。どういうことなんだよ。シリンちゃんもそれでいいんでしょうか。彼は優秀な助手なんですか。あー、ダメだ、手術にちょっと集中して全然話聞いてくれませんね。あ、やばいよ、ちょっとなんか、フランボの挙動がちょっとおかしくなって、フランボ、ちょっと待って、ちょっと、フランボ、ちょっと待って。すいません、ちょっと、助手のフランボがどうも、おかしくなりました。気にせず行きましょう。はい、それでね、コロンボさんも、ちょっと手術を手伝いたいわけですよ。はい、せっかくだし。記念で。手術なのに。観光客がなんか記念でやっていくみたいな。ちょっとね、手伝ってあげましょう。でね、これ、モッドの方見てたらですね、どこだっけなぁ。あ、ほら、ここ、ナブナブアイっていうのがあって、これ行くよ、ちょっと押してみたらさ、ほら、出たでしょ、ほら。ですよ、なんと。これ今空中に浮いちゃってるけど、いきますよ。浮かせる、ほら。これちょうどいい位置にこうやって、下に下ろせば、あー、ほら。ちょっと待って。ほら、どうこれ。あーできた。目がいっちゃってる、これちょっと。これダメだ、ちょっともう一回、もう一回。ちょっと待ってね。ほら、あー、転がってた。落としちゃった。あ、なんか壁に刺さってるし。大変なことです。目ん玉ちょっともうちょっと出そう。カツンちゃん当たんだから。うまく出して落とすみたいな。いくよ。ちょっと待ってね。せーの、はい。あー、違う。あー、惜しい。うまくこの目ん中に入れてあげて。はい。あー、惜しい。はい。あー、入んない。入らない。ちょっと、やらない。あー、ダメだ、全然入んねえ、これ。しっくしょう。シーツの手下だけなのに。ちょっと待って、これね、待って。あ、ほら、待って、ジェスターアイとかもあるよ。何が出てくんの、これ。でかい。でも、これなら、うまくハマるかもしれん。はい。入れ、シリンジョ今、頑張って、コロンボさん手伝ってるから。よし。入れ。あー、ダメだ、入んねえや。めっちゃ不気味になっちゃった。怖すぎる、これ。あー、セリフスターもあるね。はい、セリフスターも出してあげましょう。なんだかよくわかんなくなってきたな、これ。大丈夫か？手術成功できるかな、この感じで。せっかくなら立ち会い人としてトードスターもちょっと出しましょうか。はい。ちょっとトードスターにも来てもらいました。まあね、やっぱ立ち会い人が必要なんで。あ、ほら、見て見ぬふりしてる。何この、やばすぎる状況みたいな。ですよね。まあ、おかしいもんで、ね、これ、手術失敗するって言ってもここじゃないもんね。ちょっと、シリンジョもちょっと手伝ってあげよう。もうちょっとなんか。なんかさ、もっとこう、早くやできる。早く。はい。あ、ちょっと早くなったけど、あー、敵弱くなった。あー、なんか、ぶつかっちゃった。ちょっと、なんか向き変わっちゃった。向き変わっちゃったのか、これ。ちょっと待ってね。あー、これ、ボールじゃねえ。目ん玉動くんだ、これ。ちょっと待って。もうちょっと目玉増やしてあげよう。じゃないと多分。シリンジョも大変だと思うから。オッケーオッケーオッケー。で、シリンジョの方に行きますよ。ちょっと待ってね。あー、なんか、どうした、怖い。シリンジョどこ行った。ちょっと待って、シリンジョ、待って。あー、なんだ、なになに、ちょっと、でかっ。でかすぎる、ちょっと待った。なんだこれ、何が起こってんだ。ちょっと待った。おい、待って、これでかすぎるぞ、こいつ。これ、ちょっとやばい。これおしまいだろ。医者としてこのでかさはもう、生命線途切れたろ、これ、医者としての。こんなでかいやつ、普通の一般のお前患者さん、手術できねえぞ、これ。あー、無理だ、もう。これ無理だ、これ。残念です、シリンジョーさん。ああ、シリンジョーさん。大丈夫。がっくり来たか、これさすがにでかすぎて、自分自身が。手術って楽しいな、これ。シリンジョーさんに気を取り直して。ああ、ダメだ、やっぱり。ガクってなる。ガクってなっちゃう。
もうちょっと気をしっかり持たないと、これからもあなたのね、手術を待ってる人がいるんだから。あ、ダメだ。いやー、どういう状況なんでしょうかね。はい。ダメだな、これ、シリンジョンさん。あらららら。だらららら。あー、ちょっと、あ、おかしくなった。はい、オッケー。はい。じゃあ、ということでね、今回は、まあ、トレーラーを見て、その手術を完全再現ってことでやっていきました。まあ、多分、再現できてますね。はい、皆さん、じゃあ、このね、トレーラー、そして、コロムさんの手術、実に見事だったって思ったら、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた会おう。コロンボ！バイバイ。